い、バックカントリー穂高です。今日はですね、この、ガーミンの、ガーミンといえばですね、 GPS で、有名で皆さんお使いいただいていると思うんですけども、ガーミンのですね、GPS を搭載した、時計ですね、マルチアウトドアウォッチと言っていいのかな、いろいろですね、このアウトドア、山でもトレッキングでも、自転車でもですね、サイクリング、トレラン、ランニング、あらゆるですね、そういった、フィールド、アウトドアのフィールドでですね、活躍する皆さんをサポートしてくれる時計ですね。こちらフェリックス 3J、まあ、日本語版の、フェリックス3という、ウォッチなんですけども、これは GPS を搭載していて、位置関係の情報だったりとか、スピードメーターだったりとか、あとはですね、ポイントを記録して、ルートをこうナビゲートしてくれたりとかですね、いろんな多機能がある、GPS ウォッチをご紹介します。10月の7日から発売、新発売されます。で、一応もうお店にはですね、ショップには、本体が配られていて、発売は10月7日一斉に発売ということなんですけども、こちらがフェリックス 3J、 こちらがフェリックス 3J サファイアという、サファイアガラスをですね使ったモデルが上位機種になります。で、価格はですね66,000円税別、フェリックス 3J は66,000円税別で、フェリックス 3J サファイアはですね76,000円。このフェリックス 3J のサファイアはですね、ベルトが金属製のベルトと、ラバーベルトが付いています。で、こちらの、フェリックス 3J の方は、ラバーベルトのみが付いています。それとプラスそのサファイアガラスですね、ダイヤモンドの次に強いと言われているらしいんですけども、こちらサファイアガラス仕様で、まあ、傷とかもつけにくいということで、で機能は、全く同じ、性能自体は全く同じです。そのベルトとガラスで1万円違うという感じで、こちらもバックカントリー穂高でもですね、まあ、販売をするというのはですね、僕がこれちょっと使ってみようかなと思って、非常にこのガーミンのですね、これに、すごく昔はスントを使ってたんですよ。スントのベクターっていうのを使ってたんですけども、それがですね、だいたい5年ぐらいで、ベクターって枠がですね、プラスチックで、この色はカラフルな黄色とか青とか、赤とかいろいろあるんですけども、その枠のですねプラスチックが劣化をして5年ぐらいで劣化をしてクラックが入ったんですよね。それでまあ防水性もなくなって、まだ使えたんですけども、このガーミンのですね、この新しい、マルチにこう楽しめる GPS 付きのウォッチが出るというので、これをちょっと試してみたいなということで、一つこのサファイアモデルを僕が試しに使ってみます。で、これはまだ入ってきたばかりで、今まだ箱をちょっと開けて中身は見てみたんですけども、まだ電源とかは入れてなくて、どんな動きをするのかとか、どういった機能があるのかっていう詳しいことはまだわからないので、これから僕がですねこのサファイアモデルというのを使いながら、これはという機能を、皆さんにですねご紹介していきたいなと思います。それでまあ、この時計はですね、一応 Bluetooth、まあ、GPS 機能とあと Bluetooth が内蔵されていて、スマホなんかでこう音楽を聴きながらこの時計でですね音量を変えたりとかコントロールができるという機能もついているらしくて、あとは何があるのかな、まあ、普通の時計とあとコード、あと GPS を使って、スピードも表示ができると。で、最高スピード、その時の最高スピードというのも記録したりとか、そういうこともできるということで、例えばスキーとかでですね滑走したりとかして楽しむ時に、自分がどれぐらいのスピードで滑っているのかなっていうのも、まあ、参考にはなるかなと。ただスキーの場合はですね3次元で動いているので、傾斜があるのでですね、実際のスピードよりは、GPS で移動しているスピードっていうのは遅く出るとは思うんですけども、まあ、その辺もですねちょっとこう試してみたいなということで、僕はこのフェリックス 3J の、サファイアモデル、こちらのモデルになります。で、3J はですねこちらちょっとこの写真で見にくいかもしれないんですけども、 3J の方が、このボディがですねシルバーになっていて、サファイアモデルの方が少し濃い
種類がちょっと落ち着いた感じのカラーになっています。でまずこれをちょっと開けてみたいと思いますので、これはもう僕が、購入するということで、僕はこれから今日から使いたいと思います。じゃじゃん、こんな感じですね。見えますかね、こんな感じ。これはシールがついているので、まだ電源が入っていないので何も表示されていません。これは最初に多分充電が必要なんだと思うんですけども、まだ充電もされていない状況です。一応これが本体ですね。あと中には、これは USB で、充電器ですね。充電器が入っています。それと、これは今メタルバンドがついているんですけども、ラバーのバンド、ラバーバンドがですね出てきました。こんな感じで、ラバーバンドがついています。で次にですね、これは充電用のですね、コンセントですね。コンセントに差し込むコンセント、こちらには USB になっています。で次にこれは、これはですね、おそらくベルト、このバンドをですね調整するときに使う工具だと思うんですけども、バンド用の工具がついています。そして、こちらですね、日本語のマニュアルですね。操作マニュアル、結構分厚い、小さいんですけども結構分厚いマニュアルがついています。こんな感じです。中には、結構細かくですね、いろんなこの使い方ですね、あと天気ですね、天気予報なんかも出るみたいですね。お天気ページというのがあるみたいです。まだ全然この使い方自体は僕は全然マスターしていないので、ちょっとこの取説をですねじっくり見ながらちょっとこう使っていきたいなと思いますけど、ここにですね、コンパスの構成まあ時計ページですね、コンパスですね、コンパス、高度計、気圧計、気圧ページあとは、アクションカメラ、ガーミン社製アクションカメラをワイヤレスで操作ができると、ワイヤレスで操作ができる、ガーミン製のアクションカメラって書いてますね。ミュージックコントロールページ、これがスマホとかで音楽を聴きながら再生とか早送り、あとはボリュームコントロール、再生停止ですねのコントロールができると、これは Bluetooth を使うようです。あとお天気ページ、これはですね、スマートフォンとペアリングすることで天気予報がこちらで確認、この画面でですね、スマホと連携することで、ペアリングすることで、この時計の画面で、天気予報、現在の気温、予想最高気温、予想最低気温、降水確率などが確認できると。これはスマホとの連携で天気、お天気が確認できるということですね。あとはカレンダーですね、カレンダー機能、次にトレーニングページ、地図ページ、地図はですね、その道路地図とかそういうものはこの画面には出ないんですけども、ポイントだったりとか軌跡が、この画面上にですね出ることで、これは何に使うのかな、まあ軌跡を取るということですかね、軌跡を記録する機能がついていると。あとはトレーニング、ランニングページランニング、心拍計、ペアリング、休息、滑走、
滑走ですね。滑走というのはおそらくスキーとかスノーボードなので、滑走している時に滑走本数が表示されたりとか、距離、滑走距離が、その滑走距離が表示されたりとか、あと積算標高差が表示される、あと最高速度ですね、あと平均速度、そういうものが表示されるということですね。あとはメトロの地図ページ、ガイドページ、こちらがですね、コース名が表示されると、コース名、目的地への方角、コースから外れている場合、その距離が表示されると、残りの距離、目的地までの残りの距離も表示される。この辺は、設定するんだと思うんですけども、縮尺方角ルート、ルートが表示される、目的地へのルートを設定することで、ルートが表示されるということのようですね。などなどですね、こういった機能が、満載されているということで、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、心拍計、スピードセンサー、経電センサー、パワー計、フットポット、天気ですね、などが、表示されると。で、使えるスポーツはですね、スキー、クロスカントリースキー、登山、ハイキング、トレイルランニング、ランニング、屋内ラン、ウォーキング、バイク、屋内バイク、プールスイム、野外スイム、屋外スイムですね、トライアスロンなどで、使っていただけるというような感じです。細かい内容はですね、まだちょっと僕全部読んでから、実際にこのサファイアモデル、フェリックス 3J サファイアモデルを実際に使ってみたいと思います。で、まずはおそらくこれで充電から始めるんだと思うんですけども、バイク見ます。充電はですね、一応この今時のスマホだったりとか、あの Apple Watch もこんな感じの充電だと思うんですけど、ジャケット、こういったですね、充電アダプターがあって、ここにカポッと、こんな感じでですね、こんな感じ、こちら時計側には、ここのですね、銀色の部分ですね、ここに、このピンを当てて、USB を電源からですね、電源を取って、充電をするということで、まずは今日一晩ですね、ちょっと充電をしたいと思いますね。こうですね、これを、このですねボタンを押すことで開くので、これで開いてカポッとはめる、こんな感じですね。これで充電をするということのようです。まずは、ちょっと充電をして実際に使ってみて、またご紹介したいと思いますので。で、僕はですね、このメタル、ベルトよりはこのちょっとラバーベルトに変えて使いたいなと思いますので、このラバーベルトに、交換をしてから使おうと思います。まずですね、充電、を差し込むとですね、こういう日本語という表示が、日本語かイングリッシュかっていう表示が出てきました。こっからですね、まだちょっと取説をちゃんと見ていないので、取説を見ながら、最初の初期設定が必要なのかな、マニュアルをちょっと見ながらですね、操作をちょっとしてみたいなと思います。まず充電中の状況、接続中画面になると、これ今接続をしています。充電接続をしています、ね、これちょっと今取説を見ながらなのでちょっと時間がかかります、すいません。ページの切り替えが 1,2,3 1番ライト、バックライト、電源オフ、オン、オンオフ、ページの切り替えが2番、
タン操作、1番がライト、バックライト、電源のオンオフ、デバイスロック、2番、アップ、ページ切り替え、メニューページを表示、3番がダウン、2番がアップ、3番ダウンですね。4番がスタートストップ、5番バックはラップ、バックとラップ、これをまず覚えなきゃいけないですね。でまず電源を入れるというところ、ライトボタンを長押し、ライトボタンを長押しですね。これですね、1番、1番のライトボタンを長押し打ちやると今 62%、デバイスロック、パワーオフ、これのアップダウンが、2番、3番で、2番がアップ、3番、2番ってこれパワーオフですね。これで、オフ、アップダウンでオフにしてスタートボタンを押す、これか、これを押すと電源がオフになると。あ、電源切れましたね。でまた電源を入れる場合はライトボタンを長押しですね。これですね、このライトボタンを長押し、ちょっと一回充電外しますね。充電を、あ、外したらガーミンのロゴが出てきました。このガーミンのロゴが出てきたら、ライトボタンを離すと、そうすると起動すると思われますが、あ、出てきましたね。日本語という表示が出ています。この後どうすればいいのかな。初期設定、言語を選択します。アップダウン、日本語。まずこれ日本語でいきたいと思いますので、日本語でスタートボタン。これですね、スタートボタンを押すと。これは長押しか。決定ですね。決定、あ、何か今、戻らなきゃいけませんね。戻るボタンが、前のページ、バック、5番ですね、5番、これですね。これで戻るボタン、お、出ましたね。距離キロメートル、これ OK ですね。アップダウンをしてみようかな。マイル、キロメートル、キロメートルで OK です。じゃあスタートボタンですね。次に時間は、僕は24時間表示が好きなので24時間表示で、時間ですね、24時間、ミリタリーっていうのがありますね。スタートボタンで決定、次が、決定、性別ですね。性別は男性でいきたいと思います。男性でいきたいと思うので、このままスタートボタン。次に、生まれた年ですね、誕生年、これはですね、まだ下の方ですね。僕は1968年生まれ、猿年です。これで OK。あ、体重はちょっと最近測ってないんで、わからないので、どれぐらいかな、68キロ、いいとこじゃないかな。68キロでいきたいと思います。身長は、もっと背が低いですね。170センチ、僕の身長は、まあ、最近測ってはいないんですけど、おそらく170センチです。ライフログ機能、有効無効ってこれなんだ。ライフログ。これはログ、一応取っときますかね、オンにしときます。多分ログだと思うんですけど、左手、右手、これどっちがいいのかな。しようかな。最近腕時計をしてなかったのであれなんですけど、昔はですね、左手につけていた時と右手につけていた時があって、これどっちでもまあ慣れればいいんですけど、右手かな、左手でも右手で作業することが多いから、やっぱり左手かな。左手にしとこうかな。左手で電話出ます。これはまたちょっと使いながらですね、変えるかもしれませんけども、左手でいきます。 GPS を使用して日時を自動的に設定しますか。これははいでいきますね。日時を自動設定取得する初期設定では、これはいでいきます。
現在地が表示されるまでお待ちください。これはでも今部屋の中なんですけど、ちょっと外に出た方がいいのかな。ちょっと玄関まで出るか。GPS センサーの構成、これからコンパス構成とかもしなきゃいけないので、ちょっとこのまま外に出たいと思います。今外に出てきました。こちらはですね、穂高の駅前の風景なんですが、空はですね、北アルプスは雲に隠れていますが、青空は出ているというような感じの空模様です。まあ秋という感じの空模様ですね。でここでですね、 GPS の設定をします。見えないかな。ちょっと時間がかかりそうなので、この設定が終わったらまたオンにしたいと思います。今ですね、測位が設定が完了して、今時計表示、今時刻が17時26分ということで、時計表示が現れてきました。それでこれからですね、コンパスの構成や高度の構成などを行いますので、またそれが、終わってですね、いろいろ使ってみて、ここから先のやつはですね、ちょっと使ってみてから、ある程度使いこなすようになってから、またご紹介をしたいと思いますので、まあ、お楽しみに